はい、はい、沖縄の好きです。さあ、今回取り上げていくのはですね、レモンスターズ。久しぶりっすよ、久しぶり。確かね、2年ぐらい前に、何本かこれ動画にしてやったんだね。で、もう割と面白くて、時間外とか、ちょこちょこ布団の中でコロ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 、しながらやっていたゲームでございます。で、この度ちょっとね、iPhone の中身を整理していて、そういえば全然最近やってなかったなぁと思って、久しぶりに画面開いたら、全然忘れてた。というわけで、ちょっと久しぶりにね、最初からやり直してみようかなと思っております。これね、有料なんだけど、某ポ、に似ていて、まあ非常に面白いというか、まあ楽しめる、ゲームでございます。こういうやつ結構好きよ。好きよ。本当はね、向こうのポ、の方を、まあ、ちょっとね、続けてやっていかなきゃならないんだけど、なんとなく、ゴロゴロしながらできるっていうことで、つい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 こちら、久しぶりに触ってみております。またちょっと、やろうかな。これね、結構ね、モンスターの種類も、何種類やったっけ？結構多かった。把握できないくらい多くて、そして、どういう風に育成していくかっていうのも全然わからないし、イベントとかも結構定期的に開かれていたりして、非常に、まあ、楽しめるゲームなんで、紹介します。さあ、行こう。ね。終わった。はい、チュートリアやったから強いっす。この人もなんかおじさんらしいんだよね、ヘクター記念が。10年後というわけで、とりあえず、まあ、今回も男性でっていうか、見るからに北斗の拳みたいな感じのあれだけど、まあいいや、行こう。で、今回は前回炎を選んだけど、今回はまあ雷でいっか。さあ行こう。全然忘れてるわ、本当に忘れてるわ。で、ある程度相手のダメージを減らせば、でこれぐらい、あ、ダメージじゃない、HP を減らせば捕まえることができる。で、今もうね、赤いのがここまで減ってるんで、捕まえるで。はい、テスラ猫。ゲットできるよね。これ、心臓音がするのがなんとも言えない。はい、ゲット。はい、ゲットっす。星が多ければ多いほどポテンシャルが高い。それでも今のところこう捕まえてるのはこんな感じ。はい、この人何者なんだろう。さあ、いくっす。はい、今はあなたのモンスターのターンです。俺、さっきのやつを仲間に加えてないんだよな。TU っていうのは何の略なんだろう。はい、よし、まあ分かった。とりあえず行こう。あなたのモンスターはここに移動します。一番後ろに移動します。で、この TU が低い順に、はい、バトルバトルバトルで、そうすると、まあ多分ね、はい、一番後ろじゃなくて後ろから2番目、真ん中、はい、で、この順番で、はい、あれだよ、行動するようになるわけだ。
行くっす。ビリキツネ、どっちも電気タイプ。いい方。そんなバカな。まあ、まあモンスターがこっちの方が強かったってことで。俺この人とは話しなくていいの？まあとにかく行こう。帝国の首都オスロン行きます。わしのランドル。え、けど知り合いでしょう。そこでいきなり自己紹介。はい、そういうわけでもとりあえず行こう。2日目。はい、あ、そっか、名前は、あれ？名前どこで入れるんだっけ？名前入れなかったっけ？はい、まずは予選から。全然忘れてば、もう2年間触ってなかったし、で、エッグで？タップ。おお。あ、そう、これで、モンスター、ゲット。お、星、4、3、3つ半？とりあえずゲット。もうちょっといいやつ欲しいけど、まあいいや、こんなもんで。でスタメン編成で、とりあえず今自分は6匹までモンスターを、連れていくことができるんだけど、とりあえず虫のモンスターは3匹なんで、こんな感じでいきます。はい、了解。ではこのまま進めていこう。あ、そうか、タップで移動だっけ。うん、これもな、全然覚えてねえわ。マジで覚えてなかった。うん、そうだそうだ、こんな感じだ。それでここらでモンスターを捕まえながら行くわけですよ。はい、確かそう。どんどん捕まえながら、くっす。ピラニューを。あ、倒しちゃった。うん、しょうがない。こんな感じでね、あのモンスター増やしつつ進めましょう。そ
それで、あそこに見えてる人がライバルなんだよね。オーバード捕まえることできるかな。えっちゃった。ホネットなんかあんま強そうに見えないやつだけど、それでもこれも一匹ぐらいは捕まえておきたい。はい、ホネットゲットです。さて、ホネットあと3体、こいつらはもうこのまま倒して、早いところ自分の手持ちのモンスターたちもレベル上げたいな。はい、前はもうちょい強かったような気がするんで、それはある程度進んでたし。さでとにかく行こう。でね、どこかで行き詰まったんだよね。なんか全然勝てなくなった。それでなんとなくどうしたらいいのかわからなくなって、やめちゃったんだな。とにかく行こう。そうっす、トレーナーです。トレーナーどうしよう。どっかで聞いたようなセリフだな。さあ、まあ、とにかく行こう。ウニッチ。この辺りだったら一撃で倒せるかと思ったんだけど、まだまだか。スーパーフレア。よし。どうしよう。このミニコア取るか。こいつがやっぱりね、星が多いし強そうなんだよな。どうしよう。少しずつこうやって削るしかないのかな。全然削れてないような気がするんだけど。まあ少しずつでも削ろう。よし、まああと一発ぐらいでいけるか。あ、まだダメ、ホネット弱すぎる。よし、えいっかた。どこで行き詰まってたんだろうな。てかこの服装もまたなんか民族衣装っぽくていいっすね。勝ったっす。はい、モンスタートレーニングさせよう。了解っす。モンスターたちはトレーニングポイントっていうのを今5持ってるので、
うん、はい、これでトレーニング。トレーニングカードがこうで、確か、うん、金が一番強いんだよね。一番効果があるわけ。ゴールド、グレード、そうそうそう。で、シルバーが2番目で、あ、はい。で、ブロンズだっけ？ブロンズがバット。バット。うん。どのカード？うん。続いて、確か同じ種類のやつを連続で使うといいって。うん。ここを見てください。4マス、はい、4マス進むカードです。はい、はい、4マス進むとここで止まります。マスに止まると新しいカードを受け取ります。了解です。はい、このカードを使ってみましょう。どのカード、これか。で、4マス。特殊カードを使ってみましょう。紫のやつね。はい。チュートリアルコンプリート。確かね、例えばこれは剣のマーク、うん、剣のマークのカードを使う、連続で使うと、効果が良くなるんだけど、剣のマークがないから、はい、どうしよう、盾かハートか、ハートでか、うん、あ、盾ばっかり。まあ、これで終わりだ。はい、まあ、そうやってモンスターたちを鍛えていくような感じになります。さあ、行こう。次次次。またちょっと強そうな、いや、そうでもないか、勝てるかな。多分勝てるっしょ。 OK。 うーん、いけるかな。もう勝てるし、勝てる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 。え、勝利。
はい、というわけで、まあ、今回はこんなところで一旦終わりにします。ちょっとねだいぶ自分が思い出しながらなんでグダグダになっちゃってますけれども、また少し、時間のあるときに進めていければななんて思ってますんで、よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それじゃあね、バイバイ。